富士屋と映画おそ松さんとのコラボ、はちゃめちゃミックスチョコタルト、入れすぎちゃってすいません。うん、こっちもいい感じに焼けてます。おはようございます。衝撃のリンゴ酵母パン焼き大失敗から一夜、ちょっとあまりにも悲しすぎるんでまたパンを焼こうかと思うんですが、今日はリンゴ酵母ではなく普通のドライイーストにしてみました。完全に日和ってます。いや、それにしても昨日はなんであんな焼けなかったんだろう。未だに原因が分かんなくて悩んじゃっているんですよね。ここにイースト菌というかドライイーストを入れる感じ。そう、焼き上がりがですね、ドライイーストだとかなり早くて午後12時47分に焼き上がる予定です。それではいってらっしゃい。まあ、多分ドライイーストなので焼き上がりの膨らみは期待できるのではないかと思うんですけれども、それを見て昨日のショックから立ち直ろうかと考えています。イースト菌を使ったパン焼き、焼き上がってますね。さすがに早いな。9、10、11、12、だいたい4時間ぐらいで焼き上がってます。リンゴ酵母を使ったパン焼きの方は7時間ぐらいかかっているのでめっちゃ早いですね。イースト菌を使うと。それではオープンです。オープン。じゃーん、ほら来た。これぐらい膨らむんですよ、イースト菌を使うと。っていうかちょっとこの辺若干焦げ気味ですね。めっちゃ膨らんでます。やっぱりリンゴ酵母がかなり調子悪いということなんでしょうか。同じ強力粉を使っているんですけれども、この焼き上がりの差どうしたんでしょうね。リンゴ酵母ちゃん、今日のおやつです。富士屋と映画おそ松さんとのコラボ、はちゃめちゃミックスチョコタルト、みんな一緒に。そして入れすぎちゃってすいませんって書いてあります。タルト生地が意外に柔らかいです。それではいただきます。すっげー美味しい。裏側の説明を読むと、ミルクムースの上に混ざり合う真っ黒なチョコソース、これが濃厚な味わいを醸し出しつつも、ミックス素材を入れたホワイトチョコガナッシュ、これがサクサクとした食感があってすごくバランスがいいです。めちゃめちゃ美味しい。美味しすぎちゃってすいませんって書いてある。いやいや、とんでもないです。めっちゃうまいですよこれ。あ、そうそう、もちろんコーヒーにも超合います。っていうかコーヒーとベストマッチですね。おそ松さんが深夜アニメとして放映されていたのが何年前でしたっけか、忘れちゃったんですけども、そこからさらに何年後かに今度は映画化ってことで、おそ松さん依然として人気がありますね。初代って言ったらいいかわかんないんですけども、何十年も前にアニメでおそ松くんっていうのがやっていて、それを見ていた自分からするとなかなか感慨深いものがあります。赤塚不二夫作品、恐るべしですね。そんな脳書きはいいとして、このミックスチョコタルト、すっごい美味しいですよ。富士屋と映画おそ松さんとのコラボ、はちゃめちゃミックスチョコタルト、めちゃめちゃ甘くてめちゃめちゃ美味しかったです。ごちそうさまです。そしてこれです。これ今日焼いたパンです。普通のイースト菌を使って焼いてみました。結果なんか割と無難に焼き上がった感じですね。なんですけれども、ちょっと焦げちゃってるんですよね。端っこなんでこれ食べちゃいましょう。うん、可もなく不可もなくといういわゆる普通の食パンが焼けた感じです。ということは普段焼いていたリンゴ酵母パンってめちゃめちゃクオリティがいいのかもしれないです。今回この焼いたイースト菌のパンは普段焼いているリンゴ酵母パンの配合とほぼほぼ変わりはないんですよね。なんですけども、リンゴ酵母パンの方は風味と味が格段に上なような気がしてるんですよ。ということで、実はリンゴ酵母パンってめっちゃクオリティが高い食パンなのかもしれないなんてことを改めて思ったりもしたりしてます。美味しいことは美味しいんですよこのパン。なんですけど、リンゴ酵母パンの方がさらにめちゃめちゃ美味しいんですよね。ちなみにこれが昨日焼いて大失敗したリンゴ酵母パン、ちょっと食べてみますか。どうしよっかな。ちょっと食べてみましょうか。
全然膨らんでなかったのでパンとしてのクオリティはまるでないんですけれども、味はやっぱり今日焼いたイースト菌のパンよりも1つか2つぐらい上なような気がするんですよね。香りもリンゴコーポパンの方が上なような感じです。焼き上がったパンは粗熱を取った後このユニクロのジップロックもどきに入れて保管しています。大失敗しちゃったリンゴコーポパンはどうしようかな。これは一口かじっちゃったんで食べるとして、他のやつはホットサンドにでもしようかな。うん、そうですね、ホットサンドにしましょう。うわ、やっぱ全然サイズがちっちゃいな。大丈夫かな。うまく、うわ、結構分厚いな。よいしょ。結構窮屈になってますが、挟めました。これぐらいですね。もうすでに結構いい匂いがします。いい感じ。もうちょっと焼いてもいいかな。お、いい感じ。そろそろ OK でしょう。うん、こっちもいい感じに焼けてます。熱いです。あちゃ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 。いい感じに焼けてますね。オレンジチョコレートスタウトいただきます。めちゃ濃厚でめちゃ甘い。そしてホットサンドもいただきます。パンがカリカリと焼けてて結構うまいな。リンゴ酵母パンが全然発酵しなくて、ただ単に強力粉のパンになっちゃった、大失敗したパンなんですけども、ホットサンドにしたら意外といい感じのカリカリ具合で、これはこれでありかななんて思ってます。濃厚なビールも超美味しい。カリカリに焼けたパンも超美味しい。といったところで今日の Vlog はこの辺で終了です。今日も見ていただきどうもありがとうございます。よろしければチャンネル登録とか高評価もどうぞよろしくお願いします。ではでは。ちょっと焦げちゃってるんですけれども、その焦げ具合もカリカリにつながってるんで、それはそれでよしです。It's what my gut tells me.